観測機とは、戦場において、敵軍の位置を確認し、また、自軍の下方の弾着観測などを行うことによって、交戦に際しての情報収集を行う、軍用機のこと。古くは、軽流気球や飛行船に橋を発し、航空機の発達とと,ともに、形態も変化した。陸軍では、 地上部隊に直接共同した行動が求められ、そのため小型であることとエストール性が重視され、連絡機や偵察機と同じ機体が使用されることが多かった。海軍においては、自陣のほかに指揮所、観測所を設けることが難しく、艦砲の射程が大きいなどの理由から、特に弾着観測が重要とされ、第二次世界大戦当時までの大型戦闘艦には、 警察と観測任務を兼ねる水蒸気が必ず搭載されていた。第二次世界大戦後、観測任務の担い手は急速に発達したヘリコプターに移ってゆくが、ベトナム戦争当時まではゲリラの所在を発見、追跡し、地上部隊や航空部隊に攻撃点を指示する前線統制艦機として活動していた。その任務もやがてヘリコプター内視より、 大規模な陸戦式統制を行う早期警戒管制機や偵察衛星などに引き継がれていった。現在では UAV が観測任務に使用されるようになり、純粋な有人観測機は数を減らしつつある。発展途上国や中心国では専用の機体を持たずに連絡機や練習機、汎用ヘリコプター、徴用した民間航空機を使用する場合も多い。 レバノン内戦では、同空軍が、初等練習機であるブルドッグを、フォークランド紛争では、アルゼンチン空軍が、アルゼンチン航空から徴用した、ボーイング707を観測機として使用している。このほか、短距離の洋上紹介や、国境の監視、密輸入、密入国の追跡、道路渋滞など、交通状況の把握などにも、観測機が使われることがある。 警察や税関、国境警備隊などが少数装備しており、こちらもヘリコプターや軽飛行機が用いられることが多い。アメリカ沿岸警備隊運用の RG-8A。麻薬密輸追跡用の観測機として運用され、胴体の他にメキシコ空軍やコロンビア空軍にも少数機が対応された。京都府警煽り運転、ヘリで監視高速道。 パトと連携毎日新聞2018年1月24日2018年3月24日閲覧ありがとうございます。